宇田川さんはですね、薬剤師さんなんですけれども、本当に出会ってよかったなと思う方で、すいません、長く話すのやめようかな。宇田川さんはですね、私本当に薬と無縁だったものですから、薬剤師さんとのご縁全くなかったんですけれども、もうお会いして感動してしまいました。こんな方がいるんだなと。私的にはもう父に一番考え方が似ていて、でかつそれを実践されている方だなというふうに思っています。もう脳書きはいらないということで宇田川さんにお話をしていただこうと思います。では大型の宇田川さんにお話をしていただこうと思います。皆さん拍手でお迎えください。はい、ただいまご紹介に預かりました、大型の薬剤師の宇田川久美子です。よろしくお願いします。私が生まれたのは1959年、今から55年前で、先生はその4年前にもお医者さんになってたんだなって。で本当にですね、大丈夫です。本当に憧れの真由美先生とこうやってお話一緒にね、同じ舞台に立てるって、もう私本当に今お話聞いてて感無量でして、こんな仕事をしていてよかったなぁと本当に思っています。こうやってですね、いろんなところでお話をする機会をいただけるようになりました。もともと私薬剤師です。薬剤師になって33年が経ちました。薬剤師、私薬がねいいと思って薬剤師になりました。薬が病気を治してくれる、そう思って薬剤師になったんです。でも薬剤師になってからたくさんの方にお薬を出していくうちにですね、一つだけ私はっきりと分かったことがあるんです。それは薬が病気を治さないということです。そのことに気がついてから、もう私は薬を出すことをやめようと思うようになりました。初めはお薬ね、出したことすごく嬉しかったですね。病気治ったよとか、薬よく効いたよって患者さんが言ってくれるんです。だから治ったんだ、よく効いたんだって思って、いい仕事に就いたなって思ってました。で、私自身も実は中学校の時から持病があって薬を飲んでました。持病というのはですね、肩こり、小学校から肩こりがひどくてですね、中学校ではしっかりと薬を飲み始め、大学生になった時には薬科大学の友達がそんなに飲んで大丈夫って言うぐらい飲んでました。でも飲まなきゃ仕事にならないから、勉強にならないからってずっと飲み続けてました。だからね、薬剤師になった時には嬉しかったですよ。だってここにですね、いいね、大好物がたくさんあるんです。取りたい放題です、ね、先生にちょっと処方箋書いてもらえば何でも出してもらいました。そんな感じで飲んでいくうちにですね、そうそう、今日私2つ薬も、本も、薬じゃないですね、本持ってきたんですけども、今ではですね、薬剤師は薬を飲まないとかですね、はい、でこっちも8万部突破しました。薬が病気を作る、10万部突破しました。こんな本を書かせていただいている私ですが、薬剤師になった時にはお薬大好きだったし、で大好きな薬があると欲するんですよね。で病気な薬を、薬が病気を治してくれると思うから、私のこの肩こりで、肩こりがひどすぎて私頭痛もすごかったですね。頭痛がひどいと吐いちゃってました。その時には必ず薬が必要です。でまずは肩こりを取りたいな、痛みを取りたいな、痛み止めから始めます。それから血行を良くする薬があるって言われば、血行を良くする薬を、ビタミン B12 とかね、合剤を飲んで、いろんな薬を飲みました。それでも良くならない。だって薬が病気を治してくれると思うから、なんとか治してください。薬頼みですよね。なんとか私のこの症状を治してって思いながら、そのうちですね、筋弛緩剤っていうのに手を出すんですね。この筋肉コチコチ、じゃあもう薬でほぐしてもらおうと思って筋弛緩剤も飲み始めました。そうこうしていくうちにね、胃潰瘍ができる
できますよね。胃潰瘍ができるんです。ああ、潰瘍ができちゃった。潰瘍を治療してくれる薬、飲んでました。そうこうしていくうちに私30代で、肋間神経痛を患いまして、すごかったですね。1日に私17錠の薬を常用してたんですよ。もう薬進行でしたからね。で、それも悪いとか、そんなことなんとも思わない。だって、薬が病気を治してくれるんだから、どんどん飲んどけば、いつか解決するだろうと思って、どんどん重ねていきました。でも治らない。おかしい。もっといい薬があるはずだ。そう思ってました。でもね、私薬局で患者さんにお薬を出していて、はたと気がついたことがあるんです。もうこの言葉を何千回、いや多分万の回数で言ってたんですけど、例えば初めて血圧の薬が出た方にですね、はい、今日から血圧の薬が出てますよ。血圧のお薬は一生のお付き合いですからね。勝手にやめたりしないでくださいね。一緒にね、頑張って続けていきましょうなんて言って、患者さんにお薬出してました。ちょっとね、そうすると患者さんもね、あらそうね、先生からもそう言われたわ。じゃあこちらの薬局とも長いお付き合いになるわね、よろしくね、なんて言って、そこからね、切っても切れない関係が生じるんですけど、よく考えてみてください。よく考えなくても分かるんですけど、一生のお付き合い、一生のお付き合いってどういうことですか？一生のお付き合い、つまりは薬は病気を治さないって言ってるんですよね。もし血圧のお薬が血圧を正常に治してくれるものであれば、今日から1ヶ月間このお薬絶対欠かさず飲んでください。そうしたら1ヶ月後にはあなたの血管は若さを取り戻し正常に戻ります。だから1ヶ月飲んでくださいっていうことであれば、きっちり飲んでくださいねって指導して血管が若返ってくれるならそれも良かったと思います。でもね、一生いっちゃうんですよ。ということは途中でやめたら治してるんじゃないんだからね。やめちゃったらまた血圧ビヨーンと上がっちゃうんだから、一生飲み続けてないとコントロールできないですよって言ってるんですよね。でもね、私もなんですけど、患者さんもそのこと気がついてくる。あ、本当はね、気がついてるのかもしれないです。治してるんじゃないんだよな、対照的に抑えてるんだよな。でもそんな根本から治すなんていうこと自分にできるわけがない。多分ね、そんなこともあるかと思います。分かってますよ、薬ね、ちゃんと治すものじゃないんでしょ、ね、これ飲んで対照的に抑えてるの分かってますよ。でもね、僕はこんなに最前線で仕事をしてるんですよ。そんな生活を改善するなんていう、そんな暇も時間も、僕暇も時間同じですね、はい、まあここはね、時間もお金もっていうところだったんですかね、ない、ね、だから薬で甘んじてしょうがないから飲んでるんです。そんな風に思ってる方もいるかもしれないです。でもですね、薬が病気を作る、あ、そう、これね、ここにね、推薦真由美貞夫先生にしていただいていて、そんな方と本当にですね、私ね、この舞台に立っている時も1時間私ね、泣くのをこらえながら聞いてましたからね。先生が淡々と当たり前のことを話してるんです。難しいこと言わない。もう私は本当にこの先生に推薦書いてもらってよかった。もうみんなが分かることしか言わない。もうね、本当に今ね、半分ぐらい、今日いつになく私ちょっとね、泣きそうなんですだけど頑張りますそうそう、何を言おうかと思ったかっていうと、薬が病気を作るの帯に私ね、厚生労働省の標語を書いてます。ね、帯って一番言いたいことを伝えたいところです。そこに私、厚生労働省を持ってきました。どうして持ってきたか。メタボにならないでください。薬をなるべく飲まないようにしましょうね、の標語が書いてあるんです。そこにはですね、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬って書いてあるんですよ。これね、ね、知ってます?これ厚生労働省のホームページに行くと出てきます。これね、最後に薬って書いてあるんですけど、医療従事者の人に見せても知ってる人いないです。皆さんも知らないと思います。
もっとね、医療費うんぬん言ってる厚生労働省、これをね、バーンと前に出してくれたら、いかにみんなが、ははーって思ってくれるかなと思うんですけど、なので私、この大事な帯にね、厚生労働省を使ってみました。そろそろ厚生労働省から表彰状とかね、届いてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、なんか反対の感じはあるんですけど、一向にね、褒められないんですけど、はい。で、じゃあ何をしたら最後に薬になるのか。簡単なんです。1に運動、2に食事、ちょっとした日常生活を変えればいいんじゃないかなって思ってるんです。さっき真由美先生が、難しい栄養学なんていらないんだよっていうことを言ってくれました。私ですね、みんなにこの1に運動、2に食事っていうことをなんとか伝えようと思って、薬剤師なんですけど栄養学博士になったんですよ。難しい栄養学をみんなに伝えようと思って、で、すっごくたくさんいろんな分子栄養学、いろんな栄養学をたくさん学びました。でも今やっぱり学んでたくさん皆さんと接した中で分かったこと一つだけなんです。本当にシンプルです。難しいことではない。自然なものを食べればいい。私が栄養学をたくさん学んで知ったことは、いかに自然に変えれるか、それだけでした。私が、たくさんの栄養学を学んで、そして集大成として作った言葉があります。それが完食という言葉です。これは私が作った造語なので辞書には出てないです。どういうことか。感じて食べましょう。私こういう字って辞書にない言葉なのでね。さ、それでは今日の先生をお呼びします、国際食感協会の宇田川先生ですとかって言われるとね、出てくときにコケッとかするんですけど、食べる感触なんですね。感触、どういうことかっていうと、これはですね、食べることに感謝して感動して、そして五感を使って食べましょうっていう情報なんです。私たち食べるっていうこと、なんで食べるのかなって考えた時にですね、お伺いすると大抵ね、エネルギーの補給のため、生命を維持するために食べるっていうふうに答えてくださいます。確かにもちろん私たち動物ですから、生命を維持するために食べます。でも私たち人間と、そして他の動物と明らかに違うことがあると思っています。それは私たち食べるということを感じるということ、これが人と他の動物との違いだというふうに思ってます。もしかしてね、ワンちゃんとかもね、うまいなとかね、ありがとう、今日もご主人様出してくれてありがとうとかってね思ってたとしたら、本当にワンちゃんごめんなさいなんですけど、この感情を乗せるっていうのは私たち人間にしかできないことだというふうに私は思っています。じゃあどうするかね、まずは感謝しましょうよ。ね、感謝ね、食べるときに感謝の言葉ってありましたね。どういう言葉ですか。いただきます。そして、そう、ごちそうさまね、これって私たちちっちゃい時から当たり前のように言っている言葉だから、世界中の人がみんな言ってくれてるっていう風に思ってると思うんですけど、実はこれ日本人しか使わない言葉だってご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。あらやだ、半分ぐらい知ってたわじゃあ私はこの台の上からね、偉そうにお話しするのもなんなんですけどはい、このいただきますごちそうさまって日本にしかない食文化なんですよね。例えばキリスト教の方とかだったら、天にまします我らが神をね、お恵みにアーメンいただきますっていうことを伝えると思います。でもこっちですよ、こっちね、地層に地、あ、ちょっと漢字忘れちゃったね、走るっていう字に
で、語もつけて、サマもつけて、ね、こんなすごい民族って他にいないでしょう。で、このいただきますごちそうさまっていう感謝の言葉をですね、しっかりとご飯にのせ、食事をするときにのせる、これだけで私は何を食べたらいいかっていうことがものすごく明確になると思っています。いただきますごちそうさまは作ってくれたお母さんとかだけではないですよね。私たちのために命を落としてくれた食材にももちろんこの気持ちを乗せます。例えば、まあ、あのね、かまぼこ今ちょっと頭に浮かんだんですけど、かまぼこがいけないって言ってるんじゃないんです。でもここにかまぼこ乗ってたら、どんな白身魚かな、どこで泳いでたのかな、でもありがとうってちょっと乗りにくいと思うんですけど、ここにね、こうやって白身魚、ね、お頭付きでいたら、これをいただくんだなって何にお礼を言うかっていう気持ちが明確になるじゃないですか。だから私は何を食べたらいいかっていう時にできるだけその形が見えるものがいいと思ってます、ね、先生もいつも一物全体とかっていうことを言ってくれますが、全てが見える状態だから、だからお魚ね、お腹えぐって食べるから、ああごめんねっていう気にもなるんですよね。それ大事じゃないですか。なんかね、あの新聞の投稿かなんかでね、あの子供はあのね、切り身が泳いでるとかね、かまぼこの板が泳いでると思ってるとかってねっていう話も聞いたことがありますが、あの どこに気持ちを持っていけるかって、できるだけ形のあるものだと思うんですね。そうやって考えると、できるだけ自然なものを取るっていうこと、加工されてないもの。今日ね、たまたまなかなか電車が来なくて、駅でね、電車を待ってる時に、こう駅って看板がこうたくさんあるじゃないですか。で、私が立った前のところに、はんはんはん、食品工業株式会社っていうね、大きな看板だったんですよ。で、ぼーっと見ながらね、で、何の会社かっていうと、こういろいろ自社製品があって、レトルト、それから、冷凍食品とかっていうね、あの本社が使っている商品だってあって、私はそれを今日ぼーっと見ながら、食品と工業が一緒になってるっていうこと自体がこれはありえないっていう風にね、ぼーっと私ちょっとあのね、でそのハハハハっていうとこだけ抜かして、ここだけにちょっとシャメキをね、あの何かの日に使おうと思って取ってきたんですけど、食品工業って私たちそれを当たり前に受け取るけど、おかしくないですか。食品、食べるものですよ。私たちが直接口に入れるもの、それが工業と結びついて産業として成り立ってる。ここもね、私ね、一歩考えてみて、引いて考えてみるといいなっていうふうに思ってますね。で、私話戻りますが、17錠の薬を常用してました。そして患者さんには一生のお付き合いですよって言い続けました。でもこれ間違えてると思ったら、そこで訂正すればいいというふうに思ってます。まあ、いろんなところで、例えばこうやってお話をしてね、おばあちゃんとかにね、もっと早くあんたに会ってればよかったよとかね、とかもっと早く先生に会えばよかったですとかって言ってくださる方います。でもその日になんかのね、なんかのフレーズみたいな、その日に会えたじゃないですか。そしたらその日から考え方ちょっと変えてみたらいいんじゃないですかね。今日、おや、食品工業おかしいなと思ったら、今度から買おうかなと思った時に、加工してるものをちょっとおかしいよとか、ちょっと考え直してみたらそれでいいと思ってます。だって私薬大好きで、17錠の薬飲んで平気で1万回も一生の付き合いだよって言ってたのに、こんな本シャーシャーと書いてるんですから。でもこれは私の罪滅ぼしだと本気で思ってます。私ね、生きていくことは正直に生きていかなきゃいけないって本当に思ってます。で、自分がやってることをおかしいと思った時から、薬を出すことに罪の意識を感じるようになりました。しっかり飲んでくださいね、吐く生きてたらそう言わなきゃいけないんですよ。飲み忘れしてませんか、おかしいですね、2週間の薬なのに1ヶ月経ってますよ、毎日飲めてないのかな、じゃあどうやったら一緒に飲めるのか一緒に考えていきましょう、カレンダーに丸しましょうよとかね、心では思ってないんです。やめちゃえやめちゃえ、こんな薬やめちゃえって思ってるんだけど、
もうそれをするのはできないっていうふうに自分で思いました。でそこから軌道修正すればいくらでも人生は変わっていける。そして今はですね、自分の中で自己反省をした私はですね、今ここ10年間一錠の薬も飲んでないです。もちろん病院にも行かないです。もうあの粒怖くてね、まあ、飲むつもりもないですけど飲めないですよ、もはや今の私は。でどうしてそういう風になれたかをね、これからちょっとね、解決策欲しいですもんね、話していこうっていう風に思うんですが、ですね、まずはですね、自分の体の声を聞くっていうことをね、しっかりとしてもらったらいいと思います。先生、さっき私も本当にね、多分ちょっとメモったんですけど、先生の話もね60分全部頭にコピーした。先生、さっき症状が出てるっていうのはいいことなんだよって言ってくれましたよね。症状って体の声ですよね。ね、治そうと思ってることですよね。今こうなってるってことを伝えてくれてます。だからまず体の声を聞くっていう風にすると、その後の対処法が全く変わってくると思います。ですね、もう飲まなくなってからしばらく、一昨年ぐらいにね、私ね多分ねインフルエンザにかかったと思うんですよ。一緒にねいたあの人がインフルエンザだったって言ってたんで、自分もインフルエンザだったんだと思うんですけど、突然高熱を出して倒れるように寝込みましたね。熱を測ったら39度5分ありました。もうハーハーして起き上がれないんです。ハーハーして起き上がれなくて、まあ、仕事も行かなくちゃいけないんだけど起き上がれる状態じゃないです。昔の私ならそこでとりあえず強い解熱剤を飲んで、まあね、仕事に穴を開けちゃいけないと思って起き上がって行ったことと思います。でも私が仕事に行った時何が起こるでしょう。私自身体は実は40度近い熱があって辛いのに、下がるととりあえず、ま、起き上がれるぐらいはいけるじゃないですか。だから仕事に行くと思います。でも私インフルエンザです。でもね、インフルエンザだなんて言うとね、周りに人寄ってくれないですからね、多分言わないね。頑張って仕事をしようと思ってね、あ、どうも今日もよろしくお願いしますなんて、いつよりも元気な感じになっちゃって、でもね実はインフルエンザですよ。ってことは一緒にいた人たちね、次の 2,3 日後に、はい、インフルエンザになりますでもね、あ、そうだったんですか、それは大変でしたねとか言って、自分がそうだね、移した元だなんてことは絶対言わないですよ、はいね。なので私自身も本当は寝てなきゃいけない状態なのに出ていったから、さらに症状を悪化させます。周りにも迷惑をかけます。昔の私ならここで仕事に穴を開けることはみんなの迷惑になっちゃうから、ここは薬を飲んででも出かけるべきだというふうにね考えていたと思いますね、利己的にね。でもあの私がねちょっとそこに行かなかったぐらいで大変なことになっちゃうほど大した人間じゃないのでね、いなかったらいなかったで私の代わりに誰でも勤めてくれちゃってガクなんてねなっちゃったりするのがまあ現状じゃないですか。私一人そこに行かなくたって世の中何にも変わらないです。それよりもインフルエンザの人を増やすなんてことをするより寝てた方がいいと思います。でね、39度5分の熱でハーハーしてて、まあ子供とかはね、もうね、もうあの薬使わない薬剤師って言ってるのに黙っててやるから薬飲めよとかね。ね、はい。まあ、とにかく早く飲んでくれよってね、ガンガン言ってました。でもね、いやいやいや、今ね、お母さんはね、起き上がれないんだけど、起き上がれないってことはね、体は寝てろって言ってるんだよ。それでね、今39度5分ってことはね、お母さんの免疫力ね最大限にアップしてるんだよ、今体中でインフルエンザと戦ってるんだよって、こんな時に薬飲むなんてもったいないことできないよってね、まあ呆れられながら私2日間ほどここに伏しておりました。でね、優しいことにね、あの茶碗蒸しとか作ってね持ってきてくれてね、これでも食べればとか持ってきてくれたんです。でもね、誰が作ったんだよこの茶碗蒸しと思うぐらいにまずかったんですよ。あのね、治ってから冷蔵庫に冷えてるの食べたら美味しかったですよ。美味しかったんですけど、もう熱でとんでもない状態だから味がしない、全く味がしない。誰だよ、全く塩も入れないで作ったやつは、だしも入ってないとか思いながら一口食べて、ごめんね、ちょっと食べられないって言って食べるのをやめたんですけど、それは
体が食べないでいてくれって言ってるからじゃないですか。で、食べずにずっと横たわっていて、食べるってすごいエネルギー使うんですよね、実はね。ね、食べるときにすごい熱量が生まれるんですよね。せっかく熱を高くして免疫力を上げてインフルエンザウイルスと戦ってくれてるのにね、食べる方にエネルギーなんて持ってくのはダメだよって私の体が言ってくれてたんだと思うんです。だからね、一口食べても茶碗蒸しもやめました。まあ、水分は取んなきゃいけないから水分だけは取りながら2日間じっと寝てて、おかげさまで3日目に熱も下がり普通に仕事に復帰できました。これがもし途中で薬を飲んでふらふらとね街に出かけていたら、多分2日では治らないし、まあ、なかなか今の時代ね、2日間ゆっくり寝るなんていう贅沢そんなにできないかなって思うんだけど、でも先のことまで考えたらそれは自分のためでもあり、そして他の人たちのためでもあり。だって今インフルエンザって私もね、これね、薬剤師やってる時にもうすうすおかしいなと思ってたんですけど、急に熱が出るとお母さんね、病院に連れてくるじゃないですか。でそれで検査しますよね。検査するんで明らかにインフルエンザだと思うけど、ちょっと早すぎてまだねインフルエンザだって出ないんですよ。そうするとね、ああお母さんちょっとまだこれね早すぎて検査出ないから明日もう一回来てって、これね出ないと判定されないとインフルエンザの薬出せないんだよねって、また明日来てねって言って一旦お母さんお帰りになります。でね、また次の日に来ます。そうするとめでたくあ、いいだよとか言ってね、でそこでね、まあ、タミフルとかリレンザっていうお薬をもらうんですけど、ちょっと考えたら恐ろしくないですか。1日目はい来てますよその子ね、とか言いながらね、待合室待ってます。まだインフルエンザって断定されたわけではないですから、隔離とかされてなくてね、待合室混んでる中にいます。でね、あーお母さんなんとかかとかって言いながらね、ね、撒き散らしてます。そこにいた何人かはね、いただいてるかもしれないですね。それなのにインフルエンザじゃないって言われてね、帰んなきゃいけないんですよ。でまた次の日に行きます。その子の体力も大変ですよ。もう夫婦行ってるのにインフルエンザのお薬もらえないんですから。あのこのインフルエンザのお薬もね、もらってどうだって話ですけど本当にね、あのインフルエンザのお薬ってインフルエンザを殺すわけじゃないんですよ。ウイルスを増殖を、それ以上増殖しないようにするってね、増殖しないようにするお薬なんだけど、ある程度増殖されないと検査でインフルエンザってわからないんですよ、ね、だから最初に行った時にね、さあここでって飲めたらよかったんだけど、それじゃまた出してもらえないですから、2日目にね、たっぷり菌がこうあの、ね、ウイルスが回った状態ではいって言われたところで、じゃあ増殖するのを飲みあげますよって言われるんで、いやね、たまにね、いやタミフルよく効きました、すぐに治りましたっていう風に言うんだけど、効きました治りましたはないですから。でそれ何かっていうとプラセボ効果ってやつですね。今日もあの薬剤師としてお話、何をするかっていうとね、薬は病気を治さない、そして、薬の 50% はプラセボ効果であるそれがあの一番持って帰ってもらいたい言葉でしょうかね。お薬ってね、効くと思うと効くんですよ。うん、これね、この間ね、たまたま来た生徒さん、まあ、これお薬ではないんですけどね、ウォーキングのね生徒さんがね、すごいもうね大笑いして話を聞いたんですけど、あのなんかこう、プラセンタとかヒアルロン酸とかなんかそういうののね開発のモニターになっていて、でその、飲み薬の飲み薬じゃないですね、飲むサプリメントをねこう使ってどうなるかっていうのをね、あのモニターになってたんですって。でそれを、1ヶ月ぐらい飲んで行って、ですっごくいいですって、もうねキメは整ったしツヤも良くなったし、やこれ私今すぐ買いたいですぐらいの勢いで研究所に行って、でで後から聞いたら、なんかそんなにね向こうの反応良くなかったんでしょって言って、あそうですかって言って、でよく聞いたら、こういうのってね二重盲検試験って言うんですけど、本当にそれが、まあサプリ薬でもサプリでも同じなんですけど、効くかどうかっていうのを調べるときに、本当にその開発したもの、それから全くそうでないもの、両方を半分ずつにお渡しするんですね。これは薬が効いたかどうかを、する実験の時にも必ず使われることです、商品として開発する時にね。で
どっちでどれぐらいの効果があるかなっていうのを見るんですけど、その人が渡されたのは中に入っているの乳糖だったそうです。乳糖ね、はいはい、それをカプセルにしたもの。でもね、本人でね、で、ちゃんとこうモニターだからこうキメとかね、あと水分量とか測るじゃないですか。飛躍的に上がってたそうです。本当に1ヶ月でものすごいデータが上がってて、もう今すぐこれ私買いますっていうぐらいにすごかった。で、どうしてそれなのに、私はこんなに絶賛してるのに、係の人がなんかね、そんなに一緒になって喜んでくれないのかなって思ったら、まあね、係の人としてはね、そうじゃない方は低く売って、本当のね、開発したものがすごかったら良かったんですよね。それなのに何でもないものでね、こんな飛躍的な効果出されちゃったらね、そりゃどうしていいか分かんないから、ああそうですかっていう反応ですよね。そう、私がこんなに絶賛してるのに、ああなるほどとか言ってね、ズンズンってそんなこと言ってましたっていうように、人はですね、いいと思って飲むとこれはね効いちゃうんですね。だって何でもないものを飲んで、まあそのね、サプリ飲んで皮膚にどうかも、まあそこはまあはいいとして、本当に効果があるものじゃないものを飲んでも、これはすごいものなんだって信じると、水分量も増す、キメも整うんですよ。だってその人本当にそうだ、だからもうね、飛躍的に上がってたって言ってました、うん、でもツヤツヤだし、ちょっとこの辺がなんかこうカサカサしてた部分もなくなってって、色も白くなったって言ってましたね。はい。そう、こんなもんです。なのでね、ほとんどの薬はそうだと思っていただいても間違いはないというふうにね、思いますね。はい、私あの薬がね、病気を作るっていう本を書いてますが、薬が病気を作るっていうのは、薬がその副作用として病気になってしまうとかっていうこと以前にですね、さっき私、じゃあどうしたらね、日常生活を変えて薬を手放せるかなっていうことを言いましたが、薬を飲んでしまうということが体の声を聞くっていうことを鈍らせてしまうんですね。だってすっごい痛い、だから飲む、そうすると症状治まる、ね、そうすると私たち人間は痛くなったらこれを飲めば、ね、ここに切り札があります、この薬を飲めばなんとかやり過ごせるんだっていうふうに思うと、どうして痛いって言ってるのかな、どうして今この症状を出してるのかなっていうことを聞こうとしなくなるじゃないですか。私が薬が病気を作るという題名を作った本当の意味は、薬を飲むことで体の声に蓋をしてしまうということです。だから飲むなとは言いませんね。対照的に飲むっていうことも必要なことはあるかもしれないですね。例えば、まあ、それが、体の声であり、症状を治そうとしているものだけれども、例えば夜中子供がコン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 咳をして、朝まで寝てくれない。そしたら泣いて、ね、咳もして体力も使っちゃいます。本当は一番の薬って休息だというふうに思うから、本当は寝ていればいいと思うけれども、ずっと泣いて、咳をして朝までって言ったらすごい体力を使ってしまって治りを遅くしてしまうかもしれないであるなら、そこで飲むという選択をするのも間違っていないというふうに思います。でもこれを飲んだら止まるのよねっていうふうに思って常にそれを与えてしまったら、じゃあどうしてその症状が出てるのかっていうことを考えなくなるじゃないですか。人ってね、楽な方に流れますからね、いよいよ私は考えつつ飲んでますなんて、ね、なかなかそんなねことする人いないんですよ。楽になっちゃうと思うと、それさえあればと思ってしまうので、どうしてそういうふうに体が訴えてるのかなっていうのを考えるっていうね、そういうしっかりと自分と向き合う時間を作る。で、私はその自分に向き合う時間を作ったことで今、全ての薬を手放すことができたんですが、私ね、まあ、さっき肩こりだって言ったじゃないですか。肩こりのためにすっごい頭痛がして、まあ、嘔吐も繰り返してました。だから薬を飲まなければ仕事もできなかったです。でね、なんで肩が凝ってるのかななんてことを考えたことはなかったです。薬でなんとかすればいいから、薬なんとかしろっていう思いだけで、どうしてか。でもね、すごい答えは簡単だったです。私猫背だったんです。
猫背だったんですまあね、大げさこんな感じでね、でまあ、まあ、こんな感じで歩いてるじゃないですか。頭ってボーリングのボールの重さがあるんですよね。これをね前に持ってきてこうなってるから、まあ、よく転んでました。よく転んでたんだけど、私が転びやすいのはおっちょこちょいだからっていうねあの特別な理由つけてました。私ねおっちょこちょいだからすぐ転ぶのよって。そうじゃなかった、まあ、それもあるんですけどね、まあ、ここの重さ前にしてこうやって歩いてたらね、そりゃそれから私ね歩き方汚かったんですよ。今あの私ウォーキングの先生をね、今度に人って変われば変わるもんですよ。ていうか変われます。まだ簡単簡単チェンジしちゃえばいい。私ねあのねなんかねズル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 ね歩いてて、薬局の中でも私あの特徴的な歩き方する人っているじゃないですか。誰が来るかカツ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 とかね、あのズルズルズルって、ああの人来たなって分かる。私あのズルズルズルって歩き方をしてたので、後ろから来たなってね分かっちゃうぐらいに。でも自分を外から見たことがないから、自分の姿勢が悪いとか自分の歩き方が悪いとか誰もね言ってくれなかったんですよ。でね、あの なんとか薬飲めばなんとか症状は抑えられ、汚くなってくるからどんどん増やし、まあ、日中もさっちも行かなくなるわけですが、それをですね私ね、まあ、直したわけですよね。姿勢を正し歩きの先生にまでなる。そうするとですね、この肩こり一切なくなった。本当ですよ、一切なくなったんです。全くなくなった。これねもうびっくりです。何だったの、姿勢直して歩き方変えるだけでこんなに全てがバラ色になるの。しかも今それでお金までもらってます。はいね。でじゃあそれどういうことかっていうのをねちょっとだけやってみたいと思うんですけど、ちょっと前に出ていただいていいですか。はいはい、ぜひぜひ。はいはい、じゃあこちらに来ていただいてね。じゃあ私まずあの姿勢を直したって言いましたね。じゃあちょっとここでね、人生最高の立ち方してください。いいですか。あ、お名前は。あ、大橋和子です。大橋さん、これ人生最高の立ち方だそうです。よろしいですか。はい、じゃあ私ちょっとね横からねあの小づくので、まあ書いてくださいね。じゃあちょっと失礼しますね、なんか私がすごい悪い人みたいですけどね。これからねちょっとね2人でねあの余興をしますから、皆さんそちらでね見ててくださいね。はい、じゃあねちょっとね種作ってください。はい、種をね埋めてください。土の中にイメージしちゃってくださいね。はい、土の中に埋めて、はい、土から芽が出ました。そのまままっすぐまっすぐお日様に向かって伸びていってください。そうです、綺麗ですね。そこで双葉を1、2のパッと、そうです、開いてください。そう、イメージですよ。ですね、もう一回いきましょう。はい、種作ります。種埋めますね。はい、はい、しっかりとぐん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 お日様に向かって伸びてきます。1、2のパッ、ね、でこの時にね根っこがないと倒れますから、根っこ、下は根っこを張るイメージ持ってください。大丈夫ですか。はい、もう一回だけいきますよ。はい、はい、ぐん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 、1、2のパッ、お尻もキュッと締めて根っこぶわーっと張りました。はい、手を下ろしてください。はい、でね、さっきと同じように私横からいきますよ。はい、あ、ごめんなさいね、はい、さっきより全然強いんですけど、信じられない、信じられない ね、はい、ね、で今根っこ下ろしちゃってるんですけど、根っこ抜いちゃっていいんで一周その辺フラフラって歩いてここにまた戻ってもらっていいですか。はい、ね、こうイメージとしてね根っこ下ろしてるって、はい、でも今根っこを抜いて戻ってきてもらいました。はい、でね、もうこっち痛いからね。そんなね、色が分からね。はい、もう一回、イメージするとですね、もう、ちょっと、びっくり。はい、まあ、こんなにいい反応の方もね、珍しいんですけど、はい、ありがとうございます。あ、皆さんそうなりますけどね。はい、こんなにびっくりしてもらって、どんな感じですか。いや、もう先生の話を聞いてて、うちの娘をウォーキングレッスンにあの通わせたいと思ってたら、自分がここに立つと思いませんでした。はい、はい、じゃあこれでね、ウォーキングの生徒さんも一人ゲットということでありがとうございました。はい、
はい、今ですね、何をしたかっていうと、私たち人じゃないですか。人なのでね、イメージするっていうことができるんですね。でね、人生最高の立ち方をしてくださいっていうふうに言っても、自分の中で、ね、曖昧ですよね。なんだって人生最高の立ち方って思って、その時って、実は私、ここから見るとよくわかるんですけどね、最高の立ち方って思っても、実はね、人って猫背なんですね。今もね、一生懸命字書いてますね。だから体こうなって。で、体ってね、形状記憶するっていう、機能も持ってるんですよ。で、普段ね、パソコン打つのも、家事をするのも、何をするのも、前傾ですよね。なので、私たちこれをね、形状記憶しちゃってます。で、今ですね、イメージを変えてもらいました。種になってもらいました。ね、で、種、芽を出して、まっすぐ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 お日様に伸びて、で、双葉を元気よくパッと開く。それから、大地に、こっちが、こっちも大事なんですね。双葉だけじゃダメな。よく正しい立ち方をするときに、上から吊られてるような立ち方がいいとかね、まあ、モデルさんとかで言ったりすることがあるじゃないですか。上から吊られた歩き方ってね、根っこ生えてないので、ちゃんと、ドシンとしてないんですよ。上はね、双葉をパッとしたらね、しっかりと大地に根付くっていうことをイメージしてもらっただけで、まっすぐ、双葉だからね、こんな風にならないですよね。お日様にまっすぐ伸びてねって言ったんで、お日様に向かってまっすぐ目を出しました。なので今やってもらったことで背筋が伸びて綺麗な S 字カーブができたんですね。背中まっすぐっていうのは S 字カーブを描いてるってことですよね。体湾曲してます。横から叩きます。弱いです。でも S 字なので横から押してもぶれないんですね。簡単なことです。ね、まあ、綺麗に立つっていうことにいろんなやり方あるのかもしれないですけど、私は種、お日様に向かってまっすぐ伸びる、大地に根っこを下ろす、こう思ってもらうだけで正しい立ち方ができます。それでね、一回立って、そしたらふらふら歩いて戻ってもらったじゃないですか。私たち形状記憶の作用があるので、一回できたと思ったことはずっと忘れないんです。ただし、また今日寝てしまうと、またね、その記憶がちょっと曖昧になり、なので、まあこれはですね、今、まあ3時半にやることではなくて朝ですね。朝。これをやっていただくと、その日一日、正しい立ち方ってこうだっていうのをずっと思っていることができます。はい。ただこれだけです。で、正しい姿勢をとるとですね、そこからの歩き方が変わってきます。他の、例えば運動とかだったら、構えっていうのがあるじゃないですか。位置について用意とか、まあ、こう、構えっていうのがあって、それに向かうけれども、まあ、例えばテニスでもこうはしてないですよね。こうしたりとかね。こうとかね。ありますよね。同じように、こう、構えっていうのがね、実は何かをアクションを起こすときに必要なんですけど、歩くっていうときは、実は立ち方が構えなんですね。ね。いかに、きれいにしっかりと大地に根付いて立っているかが、そこからどう歩くかの一歩になっていくので、なのでまずは立ち方を変えることです。で、この立ち方を変えることってですね、まあ、きれいに立つって、まあ、気持ちもいいんですけど、そうすると実は背骨の周りに血液、リンパ、自律神経、いろんなね、ものが通ってます。それが湾曲していると滞りますが、綺麗な S 字カーブを描くようになると流れが良くなります、ね、流れが良くなるということはつまりは代謝が良くなるということですね。言い方を変えると代謝が上がるというふうに言えると思います、ね、で代謝が上がると実は私たちの体温上がるんですよ。で体温が上がると免疫力が上がるんでしたね。これはもうね、多分ここにいらっしゃる方全員がご存知のことだと思います。だから、滞らせているものを流れるようにすると、生きてるって流れてるってことですよね。だから、体温があるんですよね。ね、私本当にこういうシンプルなことを、こうやっていろんなことをお伝えしていく中で、本当に考えるようになりました。ね、だから止まるとか冷たいっていうのは私たちが生きてるっていうことではないというふうに思うんです。動かすこと、そしてあったかくすること、
ね、だから免疫力が上がっていくと思うの でこうやって姿勢を正すこんな簡単なことで代謝が上がって体温も変わっていきます。だからすごいことをしなくていいんです。ちょっと姿勢で私たちって意識をするから行動を変えることができるんですよね。そんなこと言ったってと思うかもしれない、でもできるだけ多く意識をすることです。そうするとその人の行動が変わります。行動が変われば生活習慣が変わったっていう風になります。なので少しでも多くの時間、あ、そうだったそうだったね、朝、これをですね、実は仙骨を立てるというね、難しい言い方をすると仙骨を立てるという風に言います。仙骨というのは背骨を支えている一番下にある骨なんです。背骨を支えていて、それが寝るとか滑るっていう言い方をしますが、してしまうと上についている背骨が湾曲します。でも今イメージしてもらったことで仙骨を起こしました、立てました。なのでこの上についている背骨が綺麗な S 字カーブを描けたんですね。そうだ、仙骨ちょっと思ってくれると意識、朝やれば一日記憶はずっと持っていますから、これでぜひね、綺麗な姿勢で立ってみてください。もうね、私この姿勢変えただけで本当に人生が変わりましたから。そしてこうなってるから歩き方もこうなっちゃうんですよね。姿勢が悪いとですね、実は足横に開きます。これ落とし、私いろんな人の、もう常にですね、いろんな人の歩きを観察してます。面白いです。30分とかね、ずっと見てるの全然平気です。面白いです、個性があって。でやっぱりこう若いかお年寄りかって歩いてると分かるじゃないですか。後ろ、前から見たらまあ大体分かるけれども、後ろから見て分かるのは何でかっていうと、背中に年齢が書いてあるからですよね。だからいかに背中が丸まっているかどうか。じゃね、今ね、こうやって言いながらね、なんかこうね、急にこうなってる人がいるのは嬉しいと思います。なんか急にね、一言でちょっと意識変えてくれるとさっきと明らかに皆さんの角度が違いますちょっと書いてある。そう、背中があってよくね、前側って美しさを、後ろは若さを表すというふうに、前はね、まあ私もそうですけどね、まあね、ちょっとこう修正、根本的なじゃないですよ化粧品で修正したりとかね、まあいろんなことをしながら なんとか取り繕えるじゃないですか。でも背中側ってあんまり気が付いてないんですけど、若さ出ちゃうから、こうなってたらやっぱり若い人が歩いてるよなとは思わないですよね。でもこう姿勢を正してこう歩いてるとね、後ろ側に若さが作れます。なのでぜひぜひ背中の若さを作ってください。それだけで免疫力も上がっていくというふうに思います。まあ私、まあ、運動とそれから食事っていうことをね、皆さんにお伝えしているんですけれども、運動っていうところでは、まあ、ウォーキングを伝えているんですが、まずはこのしっかりと立つっていうことが一番最初の基本です。それからもう一つ歩くっていうことでね、ちょっとだけ伝えようと思うのは、手ですね、手をね歩き方、手を変えてもらいたいんですよ。どういうことだと思います？まあ、とりあえずうなずきましたねでそう、手を変える、歩くときの手を変える、じゃあ、ちょっと立っていただいて、あ、そこででいいですよ。はい、ちょっと右足出していただいていいですか？右足出す。はい、じゃあ歩くときって手どうします？マジですか？ダメですね。本当です。私も時々、そうですね、じゃあ今答え言ってくれたんでね、はい、本来私たち、ちょっと私ね、嫌な顔しちゃいました、失礼しました。本来ですね、私たち子供の頃から教わったのって、右足を出したら左手を出す、教わりましたよね皆さんね教わりましたよね。左足を出したら右手を出すね、前に出すって、まあ、足は必ず前に出さなきゃいけないんですよ。前に歩か、ね、歩くためには足は前で、手も反対の手を前に出すって教わったじゃないですか。教わりましたね。はい、そうですよね。でも今日からね、意識を変えてほしいんです。手は出すものではなくて引くもの。ね、どういうこと、どういうこと、はい、どういうこと、出した足と同じ側の手を引く。
反対のこれだからね、ちょっとした意識の変換です。見る方向を変える。結果的には同じことをしてます。でも反対側の手をね、反対側の手を出す。私の形どうなってます？反対側の手を出すね、あの昔の私風の歩きになってますがね、同じ側の手を引く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 。そうするとどうなるかっていうと、同じ側の手を、あ、じゃあ反対側の手を出してみます。マイク大丈夫ですかね？ちょっとだけね。じゃあ同じ側の手を、反対側の手を出すとこうなりますね。はい、大げさにすると、はい、で同じ側の手を引いてみます。そうすると、普段ここで拍手をいただく。同じ側の手を引くとですね、デコルテ、胸を開いて綺麗な形で歩くことができるんですね。でこれもですね、ね、皆さんここ見回したところで、まあそうですね、30年間40年間反対側の手を出すっていうのをね、はい、覚えちゃって、意識の中でもうペアはね、この人とこの人っていう風になっちゃってるんで、この意識を変えていくのはちょっと大変です。でも前に出すんじゃなくて後ろに引くんだね。さっき綺麗な姿勢を作ったのに、さあじゃあ歩きましょう。こうなってたらね、せっかくの姿勢が崩れるので、出した方の手を引くっていうのね、これなかなか大変なんですけど、ちょっと意識してやってみてください。できた時には気持ちいいですよね。うん、はい、っていうような感じでやれたらいいなっていうふうに思いますね。さあ、でね、ちょっとだけね、食べるっていうところもね、お話ししたいというふうに思うんですけど、そうなんです。もうね、食べたりとか、それから運動したりとか、それでね、私がこのどっちもやってるっていうのは、いろんな先生がいらっしゃいます。運動をね、特化して教えてる先生もいます。それから、食事で体は変わっていくんだよってことを伝えてくれてる先生もいます。でも、私、欲張りなんです。そのどっちもやらなきゃ本当に健康にはならないっていうふうにね、思って、私は食べることも歩くこともどっちも伝える先生をしています。なぜかというと、私たち人間だから、まあ動物だから食べることもするんだけど、歩くじゃないですか。この2つは絶対やらなきゃいけないことなんですね。この会場までも皆さん歩いてきてくれたと思います。その時にちょっとさっきみたいな意識で姿勢を正して手を後ろに引くって、それだけで健康が近づけたら、食べることよりもっと簡単じゃないですか、ね、そして私たち口で入れたものから体は出来上がってます。だからもちろん食べることも大切です。私がいっぱい勉強をして覚えたことは、私たち感謝の気持ちを持って完食をすること、これが一番なんだ、いただきます、ごちそうさまを言うこと、これが一番なんだってことをまず学びました。で、どんなものを食べたらいいかっていうのはですね、できるだけ見えるもの、そして加工されてない不自然じゃないっていう考え方から言えば、食品工業が作ってるものではないですよね。できるだけ素材が見えるもので、私すごく感じるのはですね、ぜひまずは皆さんが自分で一度でいいから作るっていうことをしてみたらいいと思います。よくいろんな先生が言っていることですが、私もね、調味料から変えたらいいとかっていうのはね、いつも思います。調味料からいろんな食材ね、無農薬なものだとかって考えても、なかなかお金もかかるし大変じゃないですか。簡単なのって調味料だから、調味料ってまあちょっと高くてもそんなに家計に響かないかなと思うから、そうだと思うんですが、でもぜひその調味料を1回でいいから自分で作るっていうことをしてみるといいと思います。まあね、本当だったら毎年毎年ね、仕込んで作るとかって大切だと思うんですけど、なかなか忙しい中、私自身もそうだからみんなにやれって言えないんですけど、でもね、例えば簡単なのはドレッシングとかマヨネーズとか、そういうのをね、ちょっといつも市販のものじゃなくてちょっと作ってみてくださいでね、そうするとマイルドな味のドレッシングにするにはお砂糖をいっぱい入れないとこうならないんだとかっていうことに気がつくと思いますね。なんか有名メーカーが作ってるところとかでもね、パッて見るとね、ブドウ糖、果糖液とかっていうのがドレッシングの中に
たくさん入ってたりとかします。おいしいっていう旨味の元は実はお砂糖よりもっと悪いかもしれないけどこういうものだったんだっていうのに気がついたりすると、子供にこれあげるのどうかなとか思ったら、じゃあ手作りにしようとか、そんな大変なものじゃなくてもあり合わせの調味料を混ぜてかければ、防腐剤は入ってないです、pH 調整剤も入ってないです、増粘剤も入ってないものが出来上がりますから。だって油っぽいのに1ヶ月とか半年持ってること自体当たり前じゃないですからね。できるだけ自然っていうところを考えて、はい、やってみるとすごく見えるものがあるんじゃないかなと思うのと、あとちょっと薬剤師の話で考えるとですね、まあ、例えば牛乳ね、私たちこうね、人間だけだよ、よそ様のおっぱい飲んでるのはって、これは酪農家の方に聞いた話なんですけど、皆さんがこう牛乳パックで飲んでる牛乳あるじゃないですか、牛乳と言われてる白いものあるじゃないですか、あれを牛の赤ちゃんに飲ませたら牛の赤ちゃん死んじゃうって。だからあの牛乳みたいな白いやつで牛乳じゃない牛の乳じゃないってことですよね。だってあのパックになるまでにはね、まあ、絞りたてを飲んだら赤ちゃん育つけど、まずはまあ低温とかっていうこともありますけど、まあ、高温殺菌とかっていうのでね、まあ、まずタンパク質の変性みたいなところから始まりまして、ね、流通させるためにはいろんなことを経て出来上がってきて、それま、そしてまた1週間ぐらい持っちゃうんですよね。皆さん自分のおっぱいね、冷蔵庫に1週間入れといて、ちょっと旅行に行ってくるからこれじゃあ1週間分書いてあるからね飲ませてねなんて怖くてできないですよね。でも牛乳ね1週間大丈夫とかっていうのも考えても、これは普通じゃないぞって。だからいかに野生かどうか、自然か不自然かっていうのを考えていくと、何を食べたらいいのかなっていうのはおのずと感謝の気持ちを持ち、感じて食べることでわかるのかなっていうふうに思うんですが、一つね、あの実は薬っていうものにものすごい信仰があるっていうことも思いました。何かっていうと、例えばあのものすごいね、いろんなことに気を使っている方たくさんいます。牛乳もあの本当に近くのね農家の方から低温殺菌で入れてますとかあるんだけど、例えば私も無農薬の餌しか食べてませんなんていう話をね、ひとしきりしたところでお薬飲んだりしてるんですよ。お薬って添加物ですからね、石油から作った合成品、添加物です。例えば、ね、牛ホルモン剤とか抗生剤とか入ってるから怖い、だから飲まないんですって、あ、素晴らしいですねと思うけど、その人風邪ひくとちゃっかり抗生剤もらってきますからね、4日間薬飲みますから。それね、あの牛さんに入ってる抗生剤のよりもダイレクトで飲んでる抗生剤の方がよっぽどよく効いてますから、牛さんに与えてるのは感染、まあね、感染しないように予防的にあげてる量なので、それが牛乳になって入ってる量と実際に自分が飲む、だからなんかこうね、牛さんが飲んでる抗生剤と私たち人間がお医者様からもらって飲んでる抗生剤は違うものだっていうような感覚でね、分けて考えちゃうことってすごくあるんですけど、でも牛さん用に開発した薬とかペット用にか、あ、時々ね、例えば、まあ、ペットを獣医さんとかに連れてった時に、あれこれ私も飲んでるとかね思うお薬出されたことってないですか。よくなんか私が飲んでるのと同じの出たんですよ先生とかって、今はもう犬も人間並みなんですねなんて、動物とか用に開発された薬なんてないですからね、全部人間用に開発されたお薬をお渡ししているので、なので同じものです。例えば、まあ妊娠したくないわなんていう人が低用量ピルとかっていうのをね、ずっと常用されていることもあるかもしれないです。でもそれの方が牛さんに入ってるホルモン剤よりよっぽどたくさんの濃度を入れてますから、あまり自分が飲んでいるものはお医者さんからもらったから大丈夫で、そうじゃない他から食品だったりとかから来るものの方がは怖いみたいなね、そういう幻想も捨ててみると、全部自分の体に入れているのも工業的に作られた合成品なんだなっていうふうに考えるとね、どんな風にしていったらいいかなっていうふうに思うし、あとはですね、私がいつも実践しているのは、何を取るかじゃなくて、まずは何を取らないかですよね。ね、
もういっぱい取ってますから、これ以上私たちって1日に普通の人は800種類の添加物を取ってるってね、誰か先生がおっしゃってましたね。普通に800種類入れてるそうです。で、それを何かする、何かを取るんじゃなくて、そしたら食べることを極端に言えばやめてみるとかっていうことを考えればいいし、だから取って何かしようじゃ、それはまさに私のね、体実体験ですけど、取って何とかしようじゃなくて、やめて何とかなることは何とかなる。そしてもう一つ、同じものだったら、さっきね先生もおっしゃってましたが、便秘ダメですよね、詰まってるの良くない。例えば同じに悪いものをみんなで取っても、食べて2時間後に出ちゃった人と1週間溜めてた人、同じ悪いものを食べててもどんだけ影響が違うかっていうことですよね。そしたらやっぱり出せる体ってとっても大切だと思うので、なかなか取るものを悪いものを取らないようにするって難しいことだというふうに思います。でも同じに取っちゃったら、それをいかに出せるか、いかに出せるか、つまりは代謝のいい体です。代謝がいい、しっかりと出せる腸を持った体を持つことが害を防いでいけるっていうふうに思っています。私ね、薬を使わない薬剤師でね、どんな薬の もうすごい話が聞けるのかと思われたかもしれませんが、薬いいものはないです、先生が言いましたけど、はい、まさにそうです。これなら飲んでもよくて、これじゃ飲んではいけない薬なんてないです。全部私たちにとっては正しいものではありません。ただその時にそれでも飲むという選択をされるのは皆さん自身です。なぜかといえば、皆さんの名医、皆さんの一番のお医者さんは皆さんの中にいるからです。だから私は皆さんにこうしなさいとか、これを取りなさい、これはやめなさいというようなことは言いたくありません。私は私、皆さんは皆さんだからです。自分の体の声を聞いて、何をしたらいいか、何を取ったらいいか、何をやめたらいいかは自分自身が判断をしてください。でも自分自身の判断をするということは、それだけたくさんの勉強もしなきゃいけないっていうことです。だから自分の体を守るためにたくさんの情報を入れてください。その情報、いい情報も悪い情報もあると思います。私が皆さんに伝えたことは私がしている情報であり、正しいことではもしかしたらないかもしれないです。それを判断するのは皆さんです。そして皆さんが自分のために、自分のお子さんのためにいいと思う道を進んでいただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、薬というものがどういうものかというのは十分分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけれども、宇田川さん、間食という、ね、お話があったんですけど、まあ、ウォーキングの先生ということで保育というのも広めています。はい、そうですね。歩く教育で保育なんですけれども、そのハッピーウォークっていう、クラスもありまして、私も行ってみたんですけど、やっぱりね、こう根付いて歩くっていうのはすごく大事だなというのがあるので、ぜひそんなクラスにも行っていただけたらなと思います。あと今日余興でやったこの種ですけれども、まあ、ベジタサイズというものがあって、それも体感できますし、そのこととか今日のお話とかが詰まった本というのが今日ありますので、ぜひお家に帰ってじっくりとベジタサイズとかね、やっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。であと宇田川さんのお話の中にも出てきましたけれども、牛乳のお話、体温のお話、添加物のお話、そちらの、内容に関しては美健さんの方で漫画を用意していますので、ぜひ自分は分かってるんだけれども人に伝えられない、そういったところはこの本を、利用していただけたらいいかなと思います。宇田川さん、本当にありがとうございました。